ミニカは三菱自動車工業が生産、販売していた軽自動車である。初代は1962年に三菱自動車初の軽乗用車として登場する。最終型は1998年に軽自動車企画改正を受けてフルモデルチェンジされた8代目にあたり2007年7月に 乗用車登録となるセダンタイプが廃止され商用車登録となるバンタイプのみとなった。乗用モデルは軽乗用車の商標として最も著名で8台45年を誇る車種であった。また、2011年5月現在の時点において現存する軽自動車全体では1960年初代発売のダイハツハイゼット、1961年初代発売の スバルサンバーに次いで3番目の長寿車種となっていた。利便性に優れた軽トールワゴンタイプ前世の時代においても良い意味で昔ながらの運転のしやすく軽量なボディ形状と低価格により、主婦や高齢者層のセカンドカーとしてだけではなく法人ユーザーの営業用としても需要があった。しかし、 晩年においてその需要は、セミトールワゴン型の EK シリーズや、ミッドシップエンジンを用いた、トールボーイハッチバックセダンの愛に移行して、販売はもっぱら商用モデルが中心となり、最終的には、販売不振のため常用モデルそのものが廃止され、そのおよそ4年後には残された商用モデルも廃止され、名実ともに、ミニカの商標は終焉となった。また、本校では、 以下のモデルについても便宜上記述する。なお、派生者については派生者から当該項目を参照のこと。1961年に登場した軽ボンネット版三菱360をベースに、ほぼ共通のドライブトレーンやプレスを用い、車体後部構造とグリルのデザインを変えることで、4人の理系、乗用車に仕立てられたものである。 安易で凡庸な成り立ちでありデザインも無骨なものであったが堅実で信頼性は高かった。センターピラーから後ろをノッチバックスタイルに変更、リアウィンドウを垂直に立てることで乗用車としてのヘッドルームを稼いだ。駆動方式もベースモデルと共通のフロントエンジン、リアドライブでリアエンジンが一般的だった当時の軽自動車の中では 最も広いトランクを備えることがセールスポイントであった。エンジンは ME21 型にストローク空冷直列に寄稿 359cc で最高出力は17馬力を達成し実用上支障ない性能を確保していた。初代の生産台数は162,575台。 二代目の生産台数はスキッパーを含めて45万986台。三代目の生産台数19万5238台。四代目の生産台数は42万5464台。リアビュー五代目の生産台数は82万4237台。六代目の生産台数は78万1259台。 5月11月1月5月11月7代目の生産台数は677,325台。ありがとうございます。